はい、こんにちは、三島スカーです。今回の動画はシャオミさんから新発売されたレドミノート12ターボです。まだこの端末はグローバル版も出ていない中国版ですが、今後はグローバル版のポコ F5 として日本でも売りに出されるそうです。この端末は値段がほぼ4万円と、次世代スナップドラゴンの7プラスジェン2を搭載した上に120リフレッシュレートのパネルを完備したエントリーモデルという名のハイスペックスマートフォンです。スナップドラゴン8は高性能すぎて熱がやばかったり、最適化不足でフレームレートがカクついたりと、ゲーミングスマホ用のチップなのにゲームがまともにプレイできませんでした。その点、あえてスペックを落としたこの端末は前作よりも安定性に長けていて、ゲーミング性能も申し分ないと思います。ただし、スペックに全てを注いだ上で低価格にするためか、外装のプラや音質、カメラなんかは少し安っぽさもありますが、はっきり言って全く問題はありません。ゲーム端末として見たら最高すぎました。一つ難点を挙げるなら、日本語が入っていないので扱いが大変なのですが、一応日本語化もできるということなので、気が向いたら試してみるかもしれません。画面の比率も他のエントリークラスと比べると歴然で、前面はほぼタッチパネルでできています。有機EL パネルということで、発色や応答速度にも期待が持てます。比較として、左にレドミノート9T、 右に楽天ハンドを置きましたが、明らかにレドミノート12ターボの方がスマートな上に輝度もすごく高いです。次はカメラの画質を比較してみます。普段は自分のメインスマホの iPhone SE で動画を撮影しているのですが、自分はカメラのことはよくわかりませんが、レドミノート12と比べると静止画も動画も iPhone よりも綺麗に見えます。そして同じ位置で撮影しているにもかかわらず、画角が広くなっています。画像のノイズもレドミの方が少なく見えます。なので、これからの動画はこっちのカメラで撮影していくかもしれません。次はお決まりのアンチュチュベンチマークです。100万近いスコアを打てているので、普段使いもゲームも全く問題はないと思います。そしていつも通りタッチパネルやバッテリーのベンチマークも撮ってみます。発色もタッチ精度もとても高いパネルのようでした。今度は YouTube を流してみますが、ブラウジングも動画再生もキビキビ動いていて、全くストレスを感じません。映像を飛ばしても瞬時にロードが終わり、スペックがいいとここまで違うのかと思いました。ワイドバインも L1 なので、各動画サイトも高画質で楽しめるようです。
次はスピーカーの比較になります。比較対象は上にオーディンプロ、左にレドミノート QT です。ステージの上にいなきゃですよね。皆さんとの新しいお話があるみたいです。ワクワクしますね。学園の花壇のガーベラが満開で、みんなの目を楽しませているんですよ。もっとみんなに喜んでもらうためにはどうすればいいのかな。さらにパワーアップした有機刹那をお見せするため、今日も特訓行きましょう。もっとライブしましょう。味付けの少ないレドミノート QT、 ドンシャリのオーディンと比べてレドミノート12の方が音量を出ていますが、少し音が割れ気味で中低音も薄いようです。ただゲームをする上では問題はない範囲かと思われます。ここからは画面の輝度を比較していきます。画面では分かりにくいですが、実際にはほぼ全部が真っ暗で最低輝度もいい感じです。そして最大輝度はダントツでレドミノート12ターボが上のようでした。次は独自ランチャーのゲームターボというアプリです。このアプリはアヤネオのアヤスペースのように
ゲームを勝手に読み込んでくれてリストまで作ってくれます。勝手にリストに入らなかったものは手動でリスト入りすることもでき、逆にリストから外したいゲームも手動でリストから外すことができます。設定を開くと、さらに細かくゲームやタッチパネルなどのパフォーマンスを切り替えることもできるようです。ゲームに集中できるように DNE 設定で他の通知をさせないようにしたり、スクリーン録画したものもここから再生をできるようです。次は各種 Android ゲームの動作テストになります。まずは原神で最高画質でどこまで動くかを検証していきます。これが条件 30fps ですが、 60fps に切り替えてみます。明らかに画面の追従性が滑らかになったように感じます。フレームレートを確認してみても、ちゃんと 60fps 出てるようで、まだ余裕があるようですね。ただ CPU 温度は少し高めな気がします。 Hey, do you know what?処理が重いとされるモンドにワープをしてみても、フレームレートは60をキープしているようなので、パフォーマンスモードからバランスモードに下げてみました。それでも 60fps をキープしているようで、スペックの高さを思い知らされました。バランスモードで普通に戦闘をしても 60fps をキープしているようで、原神は快適にプレイが可能でした。次は地味に戦闘が重いヘブン&バーンズです。このゲームはスペックが低いとモーションが飛び飛びになるのですが、非常に滑らかに動作をしていました。倍速プレイでもフレームレートが落ちたり飛んだりもありませんでした。ただしバランスモードだと 60fps にギリギリ届かないようで、60fps を出したければパフォーマンスモードにする必要があるようです。ロリータに興味ないとおっしゃいますの？そうだね。頼もしい奴ら一気かっ
清掃行こう。パフォーマンスモードならフレームレートを落とさずにプレイが可能ですが、このゲームはアクションゲームなどではないので、バッテリーを持たせるためにあえてバランスモードでプレイしてもありのような気がしました。次は Apex モバイルです。これも画質は最高設定にしてあるので、パフォーマンスモードとバランスモードを切り替えながら検証していきます。Apex はバランスモードでも特に問題なく動作をしているようでした。次は最近流行りの Android 版タルコフことアリーナブレイクアウトです。このゲームは Apex よりも少し重めのようで、ヘブン&バーンズと同じくパフォーマンスモードでないと快適なプレイとはいかないようでした。Safer. The main road's dangerous. Something over there. It's not safe here. Move it. We're done here. Keep advancing. Stay hidden. Moving up ahead.Clear.
the surrounding areas and make sure it's safe. Someone's nearby. Stay hidden. Okay, enemy done. Something's going on. Be careful. Cease fire. It's safer now. Stay near the red smoke and prepare to extract.次はデッドバイデイライトです。ちなみにゲームターボの左下のボタンを押すと色の温度を切り替えることができるようで、この機能は多分 FPS をプレイしているときに敵の視認性の悪いマップなどに合わせてうまく切り替えていくと有利に戦えるような気がします。タッチパネルの応答速度のせいか、スキルチェックもやりやすいように感じました。こういった細かい部分もゲーマーにとっては嬉しいですね。
次はちょっと思い出したのですが、リフレッシュレートを 120Hz に切り替えられるので、せっかくなので試してみました。ですが結果的にはゲーム自体がほとんど 60fps までの対応となっているので、ブラウジングくらいにしか意味はなさそうです。無駄にバッテリーを消費するくらいなら多分 60Hz のままでいいと思います。念のために今回は Apex と PUBG でそれぞれ 60fps を超えるのかどうかを検証してみました。ご覧の通りゲームターボ上では 100fps 以上出ていますが、ゲーム内の表示は 60fps から動きません。つまりゲームターボ上で 60fps 以上出してもゲームプレイには変わりはないということになります。次は PUBG モバイルですが、 Apex とは違いゲームターボ上でも 60fps を超えることはありませんでした。それではそろそろお時間が来てしまいましたが、今回の動画はいかがでしたでしょうか。自分としては初めてのハイスペックスマートフォンになるので、あまりにゲームが滑らかで驚いてしまいました。このスマホで Android ゲームを遊びつつ、エミュレーターや Wii や 3D も楽勝で動きそうだから、コントローラーをつないでみてまた動画も撮ってみようと思います。そしてここまでのスペックとなるとビータやスイッチも結構動きそうな気もするので、そちらも試してみたいと思います。このレドミノート12ターボはまだグローバル版は出ていないので万人にはおすすめはできませんが、中国版だからこそのこの価格は非常に魅力的だと思います。グローバル版になると確実にお値段は上がるので、普段使いではなくゲーム用にと考えている方にはお値段的にこの中国版をおすすめします。そして今度レトロイドフリップやアヤネオエアプラス KTR1 とまだ発送待ちの商品もいくつかありますので、届き次第またそちらも動画にしていこうと考えています。ぜひ期待してお待ちください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。お相手はミシマスカーでした。